連勝を重ねる関学大と未だ勝ち星に恵まれない神戸大の一戦。関学大は立ち上がりからオフェンスをドライブ、危なげなく先制します。しかしその後は反則やパス失敗などで思うように進めず、もどかしい展開が続きます。第2クォーターに入ると神戸大も徐々に反撃、ゴール前まで前進します。ですがインターセプトで攻撃権を奪われてしまい、逆に関学大にフィールドゴールを決められ3点を失います。後半勝負をかけたい神戸大は準備してきたプレーでテンポよく攻め、フィールドゴールトライへ。ですがここは失敗に終わり、得点には至りません。追いすがる神戸大、第4クォーターに再びゴール前まで進むとエースレシーバー金岡がチーム今季初のタッチダウン、意地を見せます。しかし反撃もここまで。その後は関学大がゲームをコントロールし、無傷の4勝目を挙げました。